ちらが十三桜での仕入れの品になります。悪くない輝き、なかなかの一品じゃ。やはりお目が高い。さすが道山様、これからもごひいきに。礼席には少々鼻が利きます。猿のくせに鼻も利くとはな、調子のいいやつめ。いずれは私めも道山様のように仏の前で肉を食うほどの豪気さを身につけたく思うとります。妙なおだて方をしよって。そこまで気負うなら新しい仕事があるぞ。キキッキキッキキッキッ。ぜひともこの猿、藤吉郎めにお任せあれ。食うか。刀鍛冶の村ってのはこの先だ。前はにぎわってたそうだが。この山奥にまで及ぶとは。
早く皆に知らせねえと。
やるな。あなた、どうやってここへ？私はトヨ、立派な刀鍛冶になりたくてここにいるの。だけど、師匠とはぐれちゃって。ごめんなさい、あなたには関係ないよね。とにかく、助けてくれてありがとう。落ち着いたら、私のお店に寄ってほしいな。この先も、あやかしがたくさんいるよ。気をつけて。あのバカでけえ火事場、一体何が。